はい、いつもありがとうございます。BGB677、デフィニティブのワンボックスを使用したドラフト形式です。サインカードが6枚出るということで、1から6にしてあります。メモラカード、まあ、通常の2つ、ね、大物が来なかったら、まあ、大体そのメモラが2つ余るんじゃないかと。その場合は、出た順の方ですね。まあ、7枚目に入ってる方が5位の方。最後の10、ね、余った方が、6位の方になります。まあ、5と6位はカード2枚ということですね。まあ、メモラでいいの出たら、サインじゃなくてそっちドラフトしていただいても大丈夫です。あくまで、出た順に番号をつけてドラフトしていただきます。で、余り物の2枚、若い方から5と6の方になります。で、もしカードが9枚出た場合、その場合は、1、2、3、4、5、6ドラフトですね。で、また6、5、4というスネーク形式にいたしますので、その場合はまたご説明します。まあ、8枚で、はい。ね。あまりオッズオーバーない方が皆様の負担にならないかなと思います。はい、じゃあ抽選いきます。ハンドルネーム抽選します。1と1の2は振り直しです。ほい。はい。お、今日は7が多いですね。3と4で7、いろんな組み合わせで7。よいしょ。どこだ。あ、これだ。はい。じゃあ、7回抽選ですね。いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。で、次7回目です。ポチ。はい。出ました。おー。ドラフト、ワン、ツー、フィニッシュ、原さんです。はい、BGB67 デフィニティブドラフト1、2フィニッシュ原さんです。おめでとうございます。はい、ドラフト3位 TSK さん、ドラフト4位パパチューさん、ドラフト5位 KOJ さん、ドラフト6位サワさん。でもね、先ほどのもね、まあ6位までまあ普通にいいサイン取れますもんね。はい、じゃあ行きましょう。あとは中身次第です。はい、行きます。ちょっとずれてますけどね。はい、結構面までありますね。スポンジマジックじゃなかったらそこそこのがあるんだと思いますけどね。ちょっとカードがあれですね、ちゃんと出てくるかな。まあいいや、取り出します。ひっくり返します。あ、出た出た、よかった。お、はい、お、帯がある。で、フレーム2つだ。1、2、3、4、5、6、7、8枚だ。あ、よかったよかった。9枚じゃないですね。8枚です。じゃあ、まずこちら、カードナンバー1番です。アレックス・レイエスのルーキーオート。20-25。はい。1番。これ、1番です。次、2枚目。スターリングマーテ。はい。47-50です。はい。一応、入ってるんですね。ね。まあ、1回目ですからね。はい。で、次のフレーム。やばいですね。はい。はい。さらっと、アーロン・ジャッジのフレーム来ました。うぅ !9-30 です。アーロン・ジャッジフレームオート来ました。さらーっと出ちゃいますね。さらーっと出ちゃいます。はい。で、アーロン・ジャッジはカードナンバー3番です。で、次カードナンバー4番。マッティングリーのオート。19-25。これアメリカンリーグの MVP でしょうかね。はい。これカードナンバー4番です。で、カードナンバー5番、フレームのパッチオート。はい。
お兄ちゃんです。カエルシーガー 8-30 パッチオート、フレームパッチオートです。これがカードナンバー5番になります。ですので次のこのブックはオートになるんでしょうかね。はい、じゃあ行きましょう。帯見ちゃうとね、もう分かっちゃう。後ろ見ちゃっても分かっちゃうから、コマ開きます。はい。せーの、ほい。おぉ、エチロー !2-3! エチローパッチオート。おぉ、ははは。やりました。2-3、エチローパッチオートです。マイアミの A でしょうね、これね。まさにね。ここですよ。マイアミの A でしょうね。ナイスパッチのイチローです。はい、2-3。イチローのパッチオート。はい。まあ普通に1000オーバーしね。おめでとうございます。原さん、もちろんこれでしょうね。よいしょ。はい。だシリアルは中だけですね。表はあれですけどね。ただ裏見ちゃうと選手分かっちゃうし。前はパッチブックですと分かっちゃうんで。はい、じゃあ、ね、ご来店時に、ブックマグを購入してください。はい、で、パッチです。ライアン・ブラウンのパッチ、7-30。あ、はい。7-30、ライアン・ブラウン。これ、カードナンバー7番。イチローが6番です。で、最後8番目は、バティスタ、5-50。はい。となります。この後に、こちらのカード、676と677、2つボックスの方をやりましたので、番号、ね、お間違いないようにお願いいたします。一応、カチンコで番号ね、676と677、一応つけますんで、ご参加されてる方を、ね、お間違いないようにお願いいたします。番号と、一応選手名書いて、メールしていただけると助かります。はい。まあでも、今回はイチローとアーロン・ジャッジとかね、出てますからね、間違いないと思います、原さんは。はい。じゃあ、ボックス形式の、ブレイクでした。はい。ありがとうございます。またよろしくお願いします。